ね、見てみて、なんかやってみたらできた、なんか スワンいうやつや。おらず、めやす、今ちょっと休憩中で、パ、にが、まず、パートナードリンクいうやつですわ。ただで飲めるやつですわ、働いてる人が。僕もイギリスにワーキングホリデーで留学中で、スターバックスで社員を出してもらってます。あらす、バリスタってやつです、チャ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 。ってことで今日は、あの店員さんかっこいいな、あの店員さんかわいいな、仲良くなりたいなっていう人向けの動画です。日本のスターバックスとかってキラキラしたイメージあると思うんですよ。まあ働いてる身として、じゃあ仲良くなれるのかっていうのを食べれしちゃいただきたいなと思います。シェアしていただきたいと思います。ということで結論から言うと、店員さんと仲良くなれます。めちゃくちゃなれます。マブダチになる人もおるし、彼女彼氏にする人もいる。お客さん側からして仲良くなりたいから行ってみようって思う人いると思うんですけど、店員側もしっかりです。お客さんですごい可愛いとかかっこいい方がいらっしゃるから、スタバで働くいただきたいっていう人が、動機不純な方がいるのが現状。じゃあどうやって仲良くなるか、なりやすいかっていうのを今日はちょっとシェアさせていただきたいと思います。まず毎日行ってください。毎日もしくは結構な頻度で通う。で、同じドリンクを頼む。っていうのもこっち側めちゃくちゃな頻度でいろんなカスタマー対応してるんで忘れちゃうんですよ。忘れっぽい。本当にウサギやと思ってください。すぐ忘れるから。同じドリンクを注文することによって、あのドリンクの人だって覚えるようになります。いっぱい喋りかけてください。気になってる人に。やっぱ喋りかけられて嫌な気はしないから、朝方とかがいいかな。朝方に喋りかけるべし。まあ朝方っていうかその店によるんですけど、暇な時間に喋りかけてあげてください。っていうのもめっちゃ忙しい時間にバー喋りかけられたら正直イラつきます。人によります。人によります。イラつく人もいます。イラつくとか、まあ、ちょっとそっけない態度を取ってしまったりとかする時もあるので、 100% 仲良くなりたいんだったら、まあ、ない時に行ってください。そんな毎日行って同じドリンク頼んでると、まあやっぱり話しかけたり話しかけられたりしてどんどん仲良くなっていくんですよ。これはもう必然的に。で、次のステップ、連絡先を聞く。これどうやってするか。こっち側は働いてる状態で連絡先を渡すっていうのは、まああまり好ましくないんですよね。好ましくないからダメ。はい。まあやってる、社員やってるので分かります。はい。ダメです。なので、インスタグラムの名前を聞いてあげてください。そして、本当申し訳ないですけど、そちら側から調べてあげてください。で、フォローしといたんでフォロー返してねって言ってくれると、家で自分らは、フォロー返したりできるので、まあ、それフォロー返ってこんかったらそういうことだと思ってください。はい、まあ家やとね、もうスタバティーンじゃないので。何やってもいいやん。ということで、仲良くなりたかったら、その、押さえておくべきポイントを絶対押さえてください。インスタからも、あとはもう、おのおのの実力次第なので、インスタまでの連絡先を聞くまでの道のり、ここまでやってください。あのね、写真とか動画とか撮るお客さんいますやん。あれはね、ちょっと正直、めっちゃ嬉しいです。めちゃめちゃ撮ってください。お願いします。ということで、今日はそんな感じで、店員さんと仲良くなる方法ですね。ちょっと実践してみてください。以上、スタバの店員でした。はい。まあ、僕も戦歴で言うともう何かな、声かけられた。僕まだないですね、喋りかけられたこと。